実を出しただけでは当たらんぞ。では笑えんぞ。アマテラス。サスケ君、ナルト、俺が隙を作るって言ったでしょう。行くぞ四代目。分身での飛来神ではやはり遅い。この体なら当たってからでも動けますからね。クントン、ラサッシュ。五瞬回しの術、飛来神。自分よりすげえ。江戸天生の体が元に戻らぬか。忍びの祖と同じ力を手にしたのだ。まさか貴様の術。忍びの祖と同じ力とはどういうことです？おそらく全ての忍術を無にする陰陽遁をベースにした術を使う。さっきよりももっと俺たちでやんぞ。ついてこれか。ウチハをなめるなよ。クラマ、もうちょいこっちにチャクラ回してくれってばよ。キュウリカは少し我慢しろ。水飴ってと。妙木山のカエルか。ガマキチ、急にどうした？やるなら陽動か連携攻撃を。その前に一矢報いてやろうと思うての。その気持ちだけで嬉しいってばよ。オビト、お前がなりたかったのはほかげのはずだ。今さら説教か。遅すぎやしないか。あんたはいつも肝心な時に遅すぎるのだ。湊先生は何してる？誰？黄色い閃光は何してるって聞いてんだ。もう一度君のいる世界を作ろう。おかげで火影を諦められた。確かにあの時すぐにオビトだと気づいていれば、俺がオビトを止められたかもしれない。俺がオビトだと気づいてさえいれば。所詮そんなもんだ。哀れだな。英雄火影として死んだあんたが息子の前で生き恥をさらしてる。火影になれなかったお前が火影をバカにするんじゃねえ。ナルト、お前、俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ。手応えあり。やはりそうだったか。木山のガマの攻撃はかっ消されてはいなかった。ナルト君すごい。どうなる？ジライア先生と同じ戦術まで。親思いもいいガキに育ったな。ミナト、わしの半身を解き伏せただけはある。